どうもシカール、また来ました。荒井啓太です。面白い外人のタルンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、久しぶりだね、タルン。めちゃくちゃ久しぶりだね。タルン、今日は、エゴタの森の公園に来ましたけれども、何をやるんですか？今日はと、まあ、ちょっと変わってるところ、紹介することです。エネルギーの話は結構あるけど、はいはいはい。なんかここはなんか心霊スポットとしてもなんか知られてるみたいなんだけど、タルンは幽霊とかっていると思う？まあ幽霊はいることもあり、いることもあり、ないことはないでしょ。ないことはない。エネルギー、あの、私はエネルギーでわかるからね、ものは。あ、そうなんだ。いいエネルギーと悪いエネルギー。そう、魂とかも何ですかと私に聞くことはエネルギーですよ。そう、エネルギーは私たち作ることできない。だから1エネルギーは2エネルギーに、違うエネルギーに変わることできるけど、でもなくなれないよ。多分なんか味噌みたいのついてるけど、今日はちょっと自分のこと守るのためにね。守るとここにつけるとなんかいいんだ。フォーカスは結構自分のエネルギー自分で守る、お守り感じ。あ、これってお守りなんだ。結構そういう感じでも使います。1回もそういうホンテッドプレス行ったことありますか？ちょっと興味本位でちょっと行ったことあるぐらいかな。でも全然、でも幽霊見たことはないかな。一回もない。あの、一個ストーリーがあるけど、多分本当かないかわからない、始まるの前その話しましょうね。はい。あの、一人私の友達、アメリカ人の友達、もうさよならパーティーでした。そう、一緒に飲みませんかとなったら、もう飲み会行ったアメリカ人の友達、日本人の友達と私、そう3人飲んだ。急にアメリカ人の友達どこか行ってわからなくて、そしたら私とあの日本人の友達一緒に歩いてるね、日暮里で。日暮里の墓覚えてます？日暮里の墓、お墓あるんだ、大きいな。日暮里から上野まであると、それでどうやって入ったわからない。でも不意無理でしたから、もう見える遠くまで、夜で起きたら12時、そしたら結構歩いたのね、でも出口出ない。どこ出口でしょう、分からない。そんなに広いんだね。そうそうそう、1時間以上歩いたよ私たち、じゃあ一人は何か立ってる、そっちでちょっと彼に聞いてみようと思ったら行ったのね。聞いたら彼は、あの、出口は知ってますか、すみませんと。彼はね、こうで立って、そう、彼に声かけたらボン、お墓に入っちゃった。え、いきなりこういなくなったってこと？怖くて二人は走ってる。あ、そうでも出口ない。そしたら、私はジャンプした、もうクロス飛び越えて。そしたら、でも彼は重くて好きで、もう出られない。もう私、助けてみたいになって、また戻って、彼のお尻を打って、そしたらまた逃げた、そっちから。はあ、よかったと思ってその幽霊みたいなのなんか追ってきたりしたの？多分幽霊かないか分からないね、エネルギーと私言うけど。なるほどね。そうなんだ、幽霊っていうよりかエネルギーっていう言い方するんだ。私ね、私もっともっと予備だから、そう、エネルギーが結構信じてる。確かにエネルギー、いいエネルギーか悪いエネルギーか、エネルギーエネルギー、なるほどね。そういう感じになる、そう。確かにゴーストとか幽霊っていうと怖い印象あるけど、エネルギーっていうといいかもしれないね。いいエネルギー、まあいろいろあるかもしれない、ね、と悪いエネルギーもあるけどね。じゃあちょっと回ってみますか。じゃあちょっと行こうか。はい、はい。何、怖い？あ、ごめんごめん。怖いですか？ちょっと恋人気分になっちゃった。ごめんごめん、タルン。そうか、あれ2月だから。タルン、昔ここには病院があったみたいな。でもここなんか開けてて綺麗だね。大丈夫？エネルギー感じてる？重くない。え、本当に事故はどういうスポーツでなってたの？事故。そう。かつてここの公園は、なんか旧日本陸軍の中野病院って呼ばれるところだったり、そう、中野病院は本当にその建物とか、そのスポットが行ったら、多分もっと感じた。本当、病院はやっぱりこうちょっとエネルギーが集まるの、いろんな意味で。あれね、でも事故とかあったら、例えば戦争の時の病院、
結構人をそっち行って死んだじゃん。そうだね。そうしたら結構エネルギー止まっちゃう、そっち。あ、やっぱり戦争地っていうのはそういうの結構いろいろ。そうそうそう、前の、戦争の時の病院とか戦争の時のそういう建物は、うん、そう結構変わったもの。まさにだから本当に旧日本陸軍の中野病院っていうので使われてたみたいで、うん、その後に旧国立、うん、診療所療養所として使われてたみたいな、うん、でそこではその当時に流行っていた結核の患者さんとかが、うん、入院していたみたいな、うん、なんか感染、今みたいに感染を防止するために隔離病棟みたいのがここには、これ結構広いけど、うん、そうそうそう、病棟があったみたいな。でいいエネルギーと悪いエネルギーいるじゃん。そう、例えばそちらに住んでるだったら、うん、多分いいエネルギーじゃない。あ、だからこれはあれじゃないの、さっき言ってた福祉センターっていうところじゃない。ここがだから病院で使われてたところなんだろうね。どうたるの、そんな分かってないから、うん、これでも普通にもうまだ使用されてるんだね、ちゃんとね。ここにでも病院があったかもしれないよね。ちょっと怖いところはまだ、うん、まだ出てない。あのすっごい嫌なところ、うん、まだ出てないから、うん、でどこがこう心霊スポットとして言われているところなんだろうね、ここの公園が全体なんだ。確かにでも夜になると普通にちょっと暗くなりそうだね。でもどうしても朝もあるよ、そのは。あ、そうなんだ。朝もそういうエネルギー感じたりするんだ。そうけど夜はそれはもっとパワフルになる。いい公園だけどね。あるんどう、なんか感じる？そんなないんだよね。あ、こっちは多分ない、うん、結構変わってますね。そうだよね、なんか空気も綺麗だし。言われた通りじゃないんですね。あ、そう、ここはじゃあ今はそういう悪い空気というか、そういうエネルギーは感じない。ないと思う。多分夜もそんな大変じゃないと思う。あ、そうなかなか朝のエネルギーは夜は2、3倍、4倍、10倍になるけど、うん、でも朝で何も感じないところだったら多分大丈夫。あ、そうなんだ。夜でも来て、あとは夜普通にね散歩に来て大丈夫だよって。まあそうと思うけど。いい公園だしね。自分に自由でしてね、私言ったから行っちゃったとかじゃない。あまあタルンからしたらここはなかった。いいエネルギーというかね、うん、そういう、まあ、エネルギー結構変わってる、入れ替え変わってる。じゃあタルンのそのミステリースポットレベルをカレーで例えてください。それ、ここのスポットは何カレーですか？シリーズか辛さで。辛さで1辛か。1辛の言われたらもう1ですよ。じゃあ次のスポットに行きます。よし、バッチリ。